今日もですね、YouTube の視聴者さんよりご質問いただいております。この方はですね、ガリウムのホットワックス使っている方でして、この方は、プロショップでまず、チューンナップ出した後にクリーニングと初期のベースをお願いしているそうです。で、最後仕上げに、ご自身でブルーとか硬いものを仕上げているんですけども、非常にですね、このブルーが硬くて困ってますっていうところです。でそこで発見したのが、トコのリキッドパラフィンです、これを、そのうまく使ってですね、仕上げていくようなことはできないんでしょうかみたいなことをいただいております。はい、例えばプロショップとバイオレットまではホットでやって、最後リキッドのパラフィンで仕上げるみたいなことができないかなってことを言われてますので、このあたりについてご意見よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。まずあの言われてるそのショップで、作っていただいたその今の、柔らかい、ベースは作られてると、はい、それを例えば、ガリウムで言えばパープルを入れて、はい、あとブルーを入れるときにどうしてもこうあの入りにくい、乗りにくいっていうことですよね、はい、でそれでリキッド、で固めていきたいと、はい、多分リキッドの場合 の, その今の、それこそブルーに近いタイプでも、はい、やっぱりその固まりやすいから取れやすいみたいな部分があると思うんですよね。なので、それは何回も何回も塗ってあげればいいと思うんですけど、シーズン中でも、逆にその上に塗っていく、固めていきながらブルーまで、でその上に塗っていくワックスをいろいろ悩むっていうところに行かなくなっちゃうと思うんですね。はい、なのでまずは、板を硬く仕上げていくっていうことで、その、それで酸化しにくい、板を作ってあげてから、その次に何を塗ろうとというのは、 そこでリキッドを塗ろうと、例えばそのブルーじゃなくてももっと柔らかい雪用 のリキッドを塗ったりとかっていろいろ悩めばいいと思うんですよ。その明日の雪質に応じてみたいな、はい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 、そう考えていくとやっぱりホットワックスでブルーまで固めた方がいいのかなというふうに思います。で、これは僕 の,、はい、あくまでも意見なので、はい、そのブルーを入れるのに入らないとなった場合に、はい、例えばその冬場にやってもなかなか固まらない、溶けないと、はいはいはい、それを何回もやってるうちにこう焼けたりするので、板が焼けてしまって、そうなんですよ、はい、なのでバイオレットは、普通に入ると思うんですけど、はい、それは今の時期やったらあったかいので、はい、そのまずはその表に置いといてって、直射日光じゃなく、この間なんか話聞いたら白いボックスに、はい、カーポートの下に置いとくと、はい、40度ぐらいまで上がるとかって言ってる人がいて、はいはいはい、それこそサーモではないんですけど、はい、サウナみたいに、はいはい、ボックスの中に入ってると板が温まると、はいはい、そこからやるっていう人もいたけど、基本的に板が温まってればいいので、はい、板をちょっと熱くまではちょっとあれですけど、はい、30度ぐらいのところに日陰で30度ぐらいになるところに置いといて、はい、そうやって、ある程度その板が温まったらそのワックスをかけてあげるっていうことをやっていけばですね、ちょっとご自分も暑いですけど、はい、水分補給をしながらですねワックスかけていかれると、はい、そのブルーでも入りますので、はいはい、なのでいかにそのボードがスキーが温まってるかっていう状態を作ってあげて塗ってあげると、はいはい、やっぱりワックスが入りやすいと思います。それを寒い時にブルーを入れようとしてもなかなか入らないのはしょうがないかなと、なので今のうちにブルーを入れといて、はい、でシーズンになったらそのブルーを剥がしてあげて、はいはい、でそれでもブルーが薄く塗った状態になってるので、はい、もうその時はもうどちらかっていうと、そうだな、ブロンズ入れてもいいんですけど、普通の、プラスチック系の、はい、ブラシで、はい、ちょっと厚めにブルーを入れたままにしといてあげて、はい、でそれでその上に例えばリキッドの、今日は冷えてるなって言ったらリキッドのブルーを入れてもいいし、はい、というのをやっていかれたらいいと思いますけどね。なるほど。なのでこの時期が一番入れやすいんですよ、ワックスが。この時期にその低温用の硬いワックスをしっかり入れて、ベースをしっかり作るっていうところをした方がと思います。だからなのでリキッドワックスでやれば乗ってるような感じますけど、うん、ある程度定着はしてないというふうに
一長一短ってことですよね。そうですね、入りやすい分抜きやすいかなっていう、抜きやすいっていうところだと思います。うん、あくまでもそのリキッド系自体がスタートワックスに近いというふうに想像しています。なるほどなるほど、はい。だからまあそれもそうなんですけど、そのね、ずっと僕言ってますけど、宣伝マンではないですけど、そのフランス製のボラっていうワックスが、はい、そのリキッドワックスでこう定着するしやすいっていうワックスが出てるので、はいはい、まあ、それは今後、はい、入ってくるので、はい、トコさんもいいと思うんですけど、はい、まあ、そういうのを試していただいてもいいのかなというふうに思います。なんかあれですよね、前社長さんが来て言われてた、その世界大会でも結構使われているみたいな。そうですね、ワールドカップとか、はい、今のもちろんスキーだけじゃなくて、はい、ボードの方の大会も今はもうチューンナッパーの人たちが、はい、結構こぞって使って見えるっていうワックスで、まあ、大体8割9割ぐらい結構今使ってるって話です、ね。まあ、そのワックスが入ってくるので、はい、まあ、お店屋さんも多分限られてくると思うんですけど、はいはい、取り扱いの、はい、そうですね、一応うちも入ってきますので、はい、またそれは言っていただければいいかなと思います。ぜひそれ決まったら僕も欲しいので教えてください。そうですね、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ただいま、チューンアップのキャンペーンを始めました。ですね、下にある URL をですね、またクリックしていただければ、またその方法なり、説明が出てますので、よろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと、道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体作りで聞きたいことなど、何でもお気軽にどしどしご質問ください。 YouTube のコメント欄にご入力お願いいたします。随時動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。